はい、えー、皆さんこんこにちはインベストラストトラの福永です、えー、いよいよですね、えー、マーケットスピードの使い方最後の項目になりました、えーまあ、6個目の項目ということになるんですけれどもここからはですね、えーまあ、さらに実践的な、まあ、特にやっぱりマーケットスピードの、えー、機能はあそのトレード機能ですよねこれが充実してますので、まあ、そういう意味ではそのトレード機能を、えーまあ、うまく引き出してですね 皆さんのトレードに活用できるようにということで、えー、マイページ、それからあとニュース画面ですねこちら、まあ、両方を、ね、うまく活用して、えー、トレードに役立てようというようなあところをですね最後にご紹介をさせていただきたいというふうに思います。さあそれではあ 画面をご覧いただきますと、このようにですね、マイページの画面、もう一回ちょっと皆さん思い出していただきたいと思うんですが、真っ白の画面になっています。さあ、ここでですね、実際にトレードをするときにどういった画面が必要なのか、これをちょっと皆さんの考えてみたいんですね。さあ、そこで、この開くというところを見ていただきまして、この、実はこのテンプレートなんですが、ここにですね、 い、えー、いろいろ、まあ、ポイントがあります、えー、どういうことかといいますとあの自分で慣れてこられたらですね皆さんあのご自身で、えー、いろいろカスタマイズしていただいていいと思うんですがもし、えー、そこまでこう、まあ、自分でどういった情報があるのかわからないという方は、まあ、ぜひこのテンプレートを開いてみていただくといいと思うんですね。でこのテンプレート実はこれだけの項目ありますけども使い方があります。どういうういいことかというとか まずですね、朝起きてから見ていただきたいのが、この海外市況為替というところなんですね。そして、2つ目の項目になりますが、ここで見ていただきたいのは、まあ、実際に取引が始まってからですね、ここで見ていただきたいのは、この場中,中銘柄外境というものです。はい、ここに馬中銘柄外境を入れました そして今度5つ目のところになりますが、今度はですね、皆さんにぜひ見ていただきたいのは、海外の先物の,の動きなんですね。これもちょっと入れます。はい。ね、で、えー、さらには6つ目ということで、今度は何を見たいのか。これはですね、今度は、えー、取引が終了してから翌日、 どういった銘柄を売り買いするのか、あるいはどういった株に投資をすればいいのかというのをですね選ぶための引け子銘柄選択というところこういうふうに項目を全部チェック、うーまあ、表示してますね、マイページのところ。で、ここでですねもう一回ここで見ていただきますようにこれ、海外市況為替ですので一応名前入れときます。海外市況とします。 そして次の4番目のところは、ここは先ほどお話しましたように、場中の銘柄外凶でしたので、ここも銘柄外凶とします。はい。そしてさらに5項目目、こちらは先ほど見ていただきました、株価指数先物でしたね。こちら、株価指数とします。そして6項目目、 ここでは先ほどもお話したように引け後の銘柄選択ですので引け後を銘柄選択とします。引け後銘柄選択ですねはいということでこれだけを用意しておきますと朝取引開始前が海外指標情報ですそれからあ今度は取引が始まってからは銘柄選択銘柄外況 そしてさらに海外の情報を、まあ、合わせて見るために株価指数、先物取引の外境そして今度取引が終了してから引け後の銘柄選択というようにですね、えー、一通り、これで丸一日がですね、えー、全部このマーケットスピードであの補うことができるということになります。ではちょっと具体的に見てみましょうね。ここは基礎編でもちらっとお話ししましたが、ここのですね、えー このように、まあ、株価、海外の株価ですね、まあ。ニューヨークダウが上がったのか下がったのか、それからナスダックが上昇したのか下落したのか、それと、あとは、まあ、こういう株価のチャートの情報ですねで。この三角印をクリックすると、こうやって大きく広げることができます。でさらに為替ですね。えー、ドル円のところはどういうふうになったのか。でえー、このようにですね、冷やしでこうご覧いただくのと、 今現状ここで時間が出てますのでこの時間帯でどのような動きになっているのかというのも確認することができます。で、これによってですね、えー、何をしなければいけないのか何を考えなければいけないのかということなんですが、まあ、ニューヨークダウが最高値を更新している場合には、まあ、東京マーケットも強くなると思われます。ただ一方でニューヨークダウが上昇していてもナスダックが安いとなった場合 これナスダックというのはです、ね、製造業が多いあの指数なんですよね、えー。IT 企業だとかそういしたがいましてこのナスダックが安いと、まあ、東京マーケットもです、ねえー、ハイテク株中心にこう安かったりということがあ結構、連動性があったりしますので、えー、そういったところも今日う、まあ、何が高いのか安いのかを見る上でこの2つを表示するということが非常に重要になりますね。 で、実際にニューヨークが高いから、今日も東京マーケット、まあ高そうなんだけど、ただあんまり高くないので、あの、まあ言ってみれば、どんどん上がるというよりは、どちらかというとちょっと揉み合いかな、なんていうふうにですね、自分でアレンジしながら考えるわけですね。その後です。銘柄外況をクリックします。そしてここでですね、値上がり、どんな銘柄が上がっているのか。 あるいは値下がり、どんな銘柄が下がっているのかというのをチェックします。で、ここでですね、この左側のローカルメニューがありますが、これ、あの、画面によっては皆さんちょっと邪魔だなと思われたときは、ここでですね、あの、プロパティの位置をクリックします。ね、環境設定のプロパティの位置で、ここでローカルメニューをスライドするっていう項目があるんですね。で、さらには、この上の方のグローバルメニューをスリム化するというボタンもありますので、 ここもチェックを入れますそうするとどうなるでしょうか OK ボタンを押します上下上が上とあと左側ちょっと見てくださいねはいこんな風にですね全体に広がりました、えー、こうすることによってですね画面を広く使うことができますので、えー、皆さんも試していただければと思いますまあ、そうしますとねこうやって見ていくとどの銘柄が上がっているのか下がっているのかっていうのがこう一目瞭然ですよね でここで,です、ね、皆さんに、えーまあ、注意していただきたいと思うのは、見ていただきましょう、まあ、これは値下がり率の全市場で見ると、新興市場、値下がり銘柄上位、多いですね、東証2部が1つありますけども、まあ、これはあの、の何でしょうか、えーと、新規の予約権付き、えー、社債みたいなものですので、債券ですかね、えー、なので、ちょっとこれはまあ株としてもですね、ちょっと あの違うものになりますが実際にですねリブセンスだとか山一電機が出てきて初めて東証一部で安いとですから新興市場が今日は非常にあの弱含んでるなっていうのは分かるわけですねとなると、まあ、取引開始してもうだいぶ時間は経ってますが新興市場銘柄は買わない方がいいな一方で、えー、値上がり率の上位の銘柄をですね全部見てみますと、まあ、やっぱりアスカ製薬だとかあとマルエイツなんかもありますね オリジン設計なんかもありますし東証12部が結構この中にあります、えー、ジョイフル本田もあれば山下イカ機械なんかもありますとなるとあ今日は新興市場よりも東証1部の方で何か銘柄を探した方がいいのかなっていうのがですね、えー、トレード時間中にまあ判断できると、まあ、そうしたところからですね、えー、個別銘柄の、えー、売買、まあ、要は上がってる銘柄で株を買いませんとこれ成功しませんので そういう意味ではあのー、マーケットの流れに沿って銘柄を選ぶというところに役立つのではないかなと思います。でそうした中で例えばここにありますように、えー、新高値銘柄選びますよ。ピッと押します。東証一部で新高値銘柄見ると結構ありますね。こんなにありますよ。はいね、えー。キャノンなんかも入ってますね。それからあとまああの東部ストアだとかね。 あの内需関連株もあります。一方で、えー、新安値を見てみるとどうでしょう。まあ、こちらも結構ありますね。ずらっと並んでます。はい。まあこんな風にですね。えー、新安値をつけている銘柄はこれはあの新安取引ができる方はあの対借銘柄であれば空売りできますので売りからあの入ってですねエントリーして利益を上げるということも可能でしょう。で、えー、一方で先ほど見ていただいたように新高値銘柄を選んでまあ。 あおしめを買うっていうようなことも可能かもしれませんね。ということで、こういったあ、まあ、日中のですね、売、え、買、ー、の銘柄選びの参考になる。まあ、1400銘柄、1500銘柄ぐらいありますのでね、東、ま、証、あ、1、2部、あと新興市場も合わせると3000銘柄ぐらいあるんですかね。となると、もうこれあの、銘柄選び、多分皆さん、ここが一番大変だと思われると思うんですよね。でも、えー、これを見ることによってですね、 えどういったところにお金を振り向ければいいのかというのが、まあ、ある程度予測ができるということになるんですね。まあ、見てるだけでもね結構皆さんもあの面白いんではないかなと思うんですがぜひねこういったものも活用していただきたいなというふうに思います。で、えー、さらにはですね今度は今個別銘柄の動きというのを見てみましたけども日経平均だとか指数の動きというのもやっぱり最近は薄飽きないですので影響が大きいです。 そうした中で見ていただくのが、これがですね、先ほど登録していた、しました株価指数のところになります。で、えー、ここではどういったものを見るかといいますと、えー、この先物の,の日中の値動きですね。この日の値動きは右端のところになりますが、異常に小動きです。小号機。まあ、こうなると、まあ、先物の,のデイトレードをしている人も、あるいは値動きを狙って売買しようっていう人もですね、 ななかなか動きづらいといとうことになりますねさらに先物の,のこの歩み根も全部表示しますとこういうふうにですね商いがどれぐらいできてでなおかつこの歩み根もですねこういうふうにこう移動させることによってえ上昇傾向なのか下落傾向なのかこの左側の板とですねえごめんなさい右側の板と左側のこの噴圧チャートをまあ一緒に見ることによって どちらに株価が動こうとしているのかをまあ判断することができるとでさらにですね、えー、ここ今5分足になってますが、えー、まあ皆さんできればですねおすすめこれマーケットスピードバージョンアップされてから、えー、60分足30分足だとか15分足、えー、もですねあるいは10分足なんかもこれ見られるようになりましたということで、まああのー、そういうふうにご覧いただいてもいいんですが私はまああの株価の動きが遅いときは5分でいいと思うんですけど 早い時にはですね、えー、この分足というのは3分足にしていただいて、で、えー、動きの速さについていくようにされるといいのではないかなというふうに思います。で、さらにですね、えー、この先物の,の下の方の画面になりますが、これはあの、ミニ先物も,も表示してもいいかもしれませんね。こういうふうにですね、えー、ミニ先物を表示して、まあ、虫眼鏡で拡大をしてみるとかですね、こういうのでもいいと思いますし、 あるいはトピックスの先物も,もここで表示をしてですねえこんなふうに拡大をしてあげてどういうふうに動いているかというのをですねご覧いただくといいのではないかなと思いますで特にですねあのトピックスあるいはまあ2にお先物同じような動きをするんですがどちらがあのどちらかがですねえ動きがこう変わってくると マーケットのの流れがが変わったりりすすすることがありますのでそことあまででそも要注目ですでさらにですねちょっと面白いと思ったのが、えー、225なんですがここでですね t i c k v a p も表示してみますさあここねさっきお話したようにこれあの銘柄の反映っていうのありますからこれ上のボタンを押しますと下の方全部これ反映されますよねということで t i c k v a p を見ながらこのようにトレードの組み立てをあるいは株価の えー、動向を確認するということができるようになりますね。まあ、こうやって見るとですね本当にあに日中の値動きを、まあ、プロの投資家と全く同じ、えー、あるいはまあ皆さん好きなようにカスタマイズしてますからそういう意味ではさらにですね使い勝手よく売買ができるのではないかなというふうに思われます。そして、えー、さらに今度は最後のところですね。引け後の確認とということで 値上がりした銘柄、東証一部どんなのがあったのかそれから値下がりした銘柄こちらも東証一部でどんなものがあったのかでさらに、ですね、えー、これはまあ日中使われてもいいんですが売買代金が急激に増えた銘柄というのはどういうものがあったのかですねでさっき見ていただいたやっぱりあの値上がり率のランキングに出てきているように山下医科機械だとか飛鳥製薬 こういったものはですね今日あの売買高が膨らんで動いてきたっていうのがここで分かりますよね。でさらに、えーまあ、ETF 関連が上位に来ているというのも分かります、えー、そしてこの中でですね例えばこういうふうに、えー、出来高あ売買代金急増の中で値下がりしているもの今日はちょっとやっぱりインド株一旦利食いが出ているようですね利食われている感じになってます。 で、えー、ちょっと左側見ていただきますと、えー、このようにですね、えー、ずっとおまあ銘柄名、いろんなものが出てますが、どうでしょうかね、えー、値下がりしている銘柄ですよね、先ほどお話し,しました北斗、これが今日はちょっとやっぱり弱いですよね、まあ、こういったものをですね見ながら、えー、売り買いの参考にする、まあ、要は翌日の銘柄、どういうものを売り買いすればいいのか、これ、もし北斗が、まあ、翌日も寄り付きから安いとなりますとね、 え売買代金が増えて値下がりしているということはみんながまあやっぱり失望して売ってるということになりますのでまあそういった売りでですねえ値下がりするところをまあ,あ,あまりこうね空売りというのはしたことはない人が多いとは思うんですけども売りから入ってですねえ利益を上げることもできるというようなことが考えられますよね。で一方でこちらずっと見ていきますとこの値上がりの方を見ていただきましょう。ここではあ例えば東方チタニウムっていうのががありますが ここれもですね例えば冷やしチャートでご覧いただいてなんとすごいですね、これちょっと右肩上がりになってきてでなおかつうこうやって、えー、直近の高値を更新していると。じゃあこれやっぱり何かいいニュースが出たのかなということでニュース検索をしてみますと、えー、ここに出てきてますね、個別銘柄、えー、東宝チタニウム。 えー、投資判断を引き上げたんですね。これがきっかけとなって買われているようですね。で一方でこの業績を見るとこれね、えー、このようにこれ単体連結というのがありまして、えー、ここではまあ赤字予想ということです。ちょっと赤字は減るみたいですけどもね。えー、こうやって見るとまあこの投資判断の引き上げはあるもののですよ。ね投資判断の引き上げはあるものの。 株価はやっぱり追っかけて買っちゃいけないのかなっていうのもですねえこのまあ今ご覧いただきましたようにランキングに出て上がっているからまあすぐ買うんではなくてそこからですねニュースのところにえこのようにまあ飛んででえなぜ上がっているのかそれからさらにえー中身なぜえねえ上がっているその根拠 ですけども業績績ででるとと実実ははあんまり、ね、実績から予測は良くないとですので、えーまあ、目標株価は上がっているということにはなってるんですがこれはちょっと注意をした方がいいのかなということがですね判断できるってことにはなりますよね。まあ、こういうふうにしてですね実際のトレードマーケットスピードを総合的にですね この投資情報の中の各項目で必要な項目をこちらのマイページに選んで,で必要な項目を選び出してから自分のトレードに活用できるように工夫をしてみましょうということですね。で、こうやって出てきましたまあ取引開始からまあ要するに海外前日の海外の情報からそれからあと場中ですね取引時間中の動向。 えー、銘柄外境を見たりだとか、ねえー、ここにランキングにはあのーえー、さっきお話した個別銘柄の、あのー、ファンダメンタルズのところでお話しましたね、PR は高いとか低いとかの銘柄も一応選べるようになってますからね、あと信用の倍率からも選べるようになってますので、まあ、信用取引のことを、まあ、興味がある方はねそのあたりも見ていただくといいと思います。でさらに、個別銘柄だけではなくて指数の動向もここでチェックをすると。 でこの指数の動向ですが、えー、ここでですね、一つちょっとポイントとして、これちょっと一回消しますけども、右クリックをして、今ね、お話、あの見ていただきましたように、あの削除っていうので消すことができます。でそこでですね、先物、えー、このチャート情報っていうのをクリックしますね。そうしますとね、この先物の,の、えー、チャートっていうのは、先ほど見ていただいたこの上段と同じ先物ではなくて、例えば、えー、エクイティインデックスが書いてありますが、海外先物。 ニューヨークダウの先物ですね。例えば、えー、E ミニ50って書いてあります。これなんかも分足でご覧いただけるようになっております。いいですね。えー、あと、それからこちらもちょっと一回消しますが、消しまして、で、ここで、えー、海外先物入れます。先物チャート情報で。ここではですね、えー、ちょっとこう三角印ピート押しますと CME となってますから、まあ、夜間の段階でですね、えー、まあ あるいは早朝取引が開始する前の、えー、海外のこの先物 CME ではどういうふうに、えー、みんなが見ているのかですねこういったものもご覧いただけるとしたがいまして海外マーケットが今晩高くなるか安くなるかっていうのは こういったね、あのーまあ、あこれグローブスといって24時間取引でやっているところの先物になるんですけれどもこういったものが動くことによってあるいは為替が動くことによってマーケットの動きというのは変化してきますので、えー、こういったものも同時に表示してですね、えー、皆さんの,その日中の売買の、えーまあ、売買判断のですね参考にしていただくといいのではないかなというふうに思います。えー こんなふうにです、ね、見ていただきますともうマーケットスピードをフル活用することでですね、えー、皆さんの取引トレードがまあ変わるあるいはいろいろですねアイデアが浮かんでくるということになりますのでぜひ、えー、今日お話した内容、まあ、これはあ,のあくまでも一つの例ですので皆さんご自身でですねしっかりと自分なりのスタイルをうまく作っていただいて、えー、そしてですね えー、トレードにぜひ成功していただきたいなというふうに思いますはい、えー、ここまでいかがだったでしょうか、えー、皆さんにですねマーケットスピードを活用して、えー、トレードをうまくう、ね、乗り切れるようにそれから情報をうまく活用できるようにいろいろな画面をですね、えー、もうすぐに使えるデフォルトで入っている画面を活用しながら皆さんにご紹介をさせていただきました、えー、ぜひですすねもう今からすぐ ご活用いただいて、えー、いろんな情報に慣れていただいてそしてですね、えー、皆さんのトレードが成功することをお祈りしております、えー、ここまで、えー、長い間ですね、えー、こうしっかり最後までご覧いただきましてありがとうございました、えー、それではあこれで、えー、失礼いたしますありがとうございました